こんにちは。ワンポイント手話のコーナーです。このコーナーでは、皆さんに手話や手話を使って暮らしているろう者について理解していただくためのワンポイントを、日常の場面を見ながらご紹介しています。さて、近年は台風の勢力が強く、範囲も広いので心配ですよね。もし夜停電になったら、今回のテーマは停電の時の手話編です。停電だな。すぐ復旧するかな。台風だからすぐには無理じゃないか。懐中電灯は？大丈夫、落ち着いて。明るいし、よく見える。このように、真っ暗な中ではお互いの手話を見ることができません。光を当てるなどの工夫が必要です。皆さんも簡単な手話を覚えてみましょう。台風、停電、復旧、懐中電灯、落ち着いて、明るい、見える。皆さん、手話を覚えてくださいね。